島津渦彦、島津渦彦撮影。島津成明が撮影したと言われる、成明の娘たちの写真。左が渦彦の妻のり子。中央と右は相次いで渦彦の兄忠義の妻となったこと。安子島津渦彦明治43年6月16日は、幕末薩摩藩の藩主一門。明治期には家族に劣死、自重貴族院議員。島津久光の4、男として、 薩摩国に生まれる。母は、性質の千桃子。最後の薩摩藩主、島津重久の同母弟にあたる。名は、木広市中間、渦彦。通称は、慶次郎又次郎巣王日立ンゴと変遷した。名の渦彦は、危機神話に登場する神、シーネズビコの別名である。父の久光が、島津家本家へ復帰したことに伴い、大隅重富を領有し、 シュゲトミ家を相続中間と名乗った。後、渦彦に改名した。現時元年の金門の変をはじめとして、慶応四年のとば、伏見の戦い及び函館戦争に従軍した。後に、テルクニ神社宮寺や、鹿児島県立中学蔵士官官長を歴任。1890年9月29日、貴族院多額納税者議員に任じられ、1897年7月、 貴族院男爵議員に選出された。明治43年、糖尿病で没す。妻は、おじの薩摩藩主、島津成明の四女、のり二男三女がある。長女、秋子、島津久弘に嫁ぎ、離縁となった後、島津雄五郎に再化した。長男、宗之助十不家の家督と男爵位を継ぐ。宗之助の最初の妻、鶴は、島津祐五郎の妹である。 次女、春子男爵、島津長丸の妻となり、昭和初期に、皇后救助官庁を務めた。なお、島津久弘、雄五郎、長丸はいずれも、渦彦の甥、い、鶴は命にあたり、久光から三代続けてのいとこ婚である。次男、久尾、男爵代、村竹順位の養子。三女、高子三菱財閥の四代目、総水、岩崎小屋田に嫁いだ。そのため、 島津家は三菱の創業者一族岩崎家と隕石関係で結ばれている。ありがとうございます。